ジェームズ・エドウィン・ウェップは、アメリカ合衆国の官僚で、1949年1月28日から1952年2月29日まで、第16代アメリカ合衆国国務次官、1961年2月14日から1968年10月7日まで、第2代ナサ長官を務めた。ウェップは、 ジョン・カイ・ケネディ政権の最初からリンドン・ジョンソン政権の終わりまで NASA を監督し、マーキュリー計画での最初の有人飛行からジェミニ計画を経て、アポロ計画による最初の有人飛行の直前までを担当した。アポロ1号の火災事故の処理にも携わった。21世紀初めから開発が進められている地球軌道の宇宙望遠鏡は当初は 次世代宇宙望遠鏡と呼ばれていたが、ウェップの功績を称えて2002年に、ジェームズ・ウェップ宇宙望遠鏡と改名された。ウェップは、ノースカロライナ州、グランビル郡タリホーの村に生まれた。1928年には、ノースカロライナ大学チャペルヒル校で教育学の学士号を得た。アカシア・フラタニティの会員であった。ウェップは、アメリカ海兵隊の将尉になり、 1930年から1932年に海兵隊のパイロットとして従軍した。ウェップはその後1934年から1936年までジョージ・ワシントン大学ロースクールで法律を学び、1936年にワシントン DC の法廷弁護士になった。ウェップはワシントン DC で長い間公務に仕えた。 最初は1932年から1934年までノースカロライナ州選出のアメリカ合衆国会議員エドワード・ポーの秘書を務めた。次に1934年から1936年まで前議員で弁護士のオリバー・ガードナーの助手を務めた。1936年にウェップはスペリーの人事部長、財務部長となり、後に副社長を務めた。 1944年に第二次世界大戦が勃発すると退職した。戦後、ウェップはワシントンに戻ってアメリカ合衆国在無償次官になっていたオリバー・ガードナーの秘書となり、その後1949年までアメリカ合衆国大統領行政不予算局の責任者を務めた。ハリー・エストルーマン大統領はウェップをアメリカ合衆国国務省の次の次官に指名した。 トルーマン政権が1953年1月に、オワルと、ウェップは、ワシントン DC を去り、オクラホマシティのカーマギー社に就職した。しかし政府との関わりも持ち続け、例えば1958年には、ドレーパー委員会の委員も務めた。ケネディ宇宙センター長官カートデブスに賞を贈る、ウェップ・ウェップは1961年に、ワシントン DC に戻り、NASA の長官になった。 彼の指揮の下で、ジョン・カイ・ケネディ大統領が設定した1960年代末までにアポロ計画でアメリカ人を月面に立たせるという目標が達成された。1961年5月25日のケネディの宣言から7年後の1968年10月、ウェップは議会で NASA に対する支援を求めた。ワシントン DC での長期間の寝回しや、 リンドン・ジョンソン大統領の後押しもあり、ウェップはアポロ計画に対する継続的な支援や予算を獲得することができた。彼の在任中に NASA は複数の研究所の雑多な寄せ集めから統制された組織に変わった。ウェップは後にジョンソン宇宙センターとなる有人宇宙船センターの創設に中心的な役割を果たした。 アポロ計画に集中するようにというプレッシャーにもかかわらず、ウェップはマリナワ計画及びパイオニア計画での惑星探査の成功も受けあった。1967年のアポロ1号の事故後、ウェップは私たちはいつもこの種の出来事が遅かれ早かれ起こることを知っていた。だが最初の悲劇が地上で起こウェップはジョンソン大統領を訪ね、 NASA 自らがこの事故を調査し、復興を主導することを許可してもらえるのか相談した。彼は彼自身や NASA に対する非難を正直に評価し、適切に対処することを約束した。NASA は事故の全貌の調査に着手し、問題を正し、アポロ11号の月着陸に向けて研究を進めた。ウェップは調査の結果を議会の複数の委員会に報告し、ほぼ会合ごとに、 個人的に厳しい尋問にあった。偶然にか、意図的にか、ウェップは事件に関する NASA や、政権への非難を逸らすことに成功した。結果として、NASA のイメージや人気には大きな傷はつかなかった。しかし、ウェップは、ジョンソン大統領に近い民主党員であり、ジョンソンが選挙への不出馬を選択すると、次の大統領が自分で長官を選ぶことが、 できるように長官の職を退くことを決意した。ウェップは1968年に中央情報局からソビエト連邦が有人月探査に向けて N-1 ロケットの開発を行っているという報告を受けていたが、この年に NASA はアポロ8号による月起動ミッションを予定していた。当時ウェップのソビエト連邦の能力に関する主張は周りから疑われ。 N-1 ロケットは WEP、S ジャイアントとあだなされた。しかし、ソビート連邦の崩壊後にソ連の有人月旅行計画が明らかとなると WEP の結論が支持された。WEP はアポロ計画で初の有人宇宙飛行が行われる直前の1968年10月に NASA を去った。1969年 WEP は ジョンソン大統領から大統領自由勲章を授与された。ナサ退職後も、ウェップはワシントン DC に泊まり、スミソニアン博物館の理事などいくつかの役職を務めた。1981年には彼の国に対する貢献を称えて、陸軍士官学校からシルバヌス聖夜賞を授与された。ウェップは1938年にパッツーエーケンダグラスと結婚し、 二人の子供サラ・ゴーラム・ウェップとジェームズ・エドウィン・ウェップ・ジュニアがいる。ウェップは1992年に死去し、アーリントン国立墓地に葬られた。1998年のテレビシリーズ、フロム・ジャアース、人類、月に立つでは、ウェップの役をダンラリアが演じた。ありがとうございます。